徳山明は、元、富士とこ派大学学長、静岡大学及び兵庫教育大学名誉教授、日本の地質学者、理学博士、東京都出身。学長在任中は、大学前入時代という考え方や、偏差値主義に疑問を呈し、教育ジャーナリストの島野清志に抗議書面を出したことで有名になったが、逆に、山口正や勝田義太郎らと同じく、 現状を把握せず、大学が潰れることもあり得るという意識が希薄な、学校経営者という批判、失笑を受けた。地質学の立場から、原子力発電所の核リサイクル燃料やプルサーマルを研究し、環境問題に造形が深い。1945年東京高等市販、学校付属国民学校卒業1948年、東京高等市販、 学校付属中学校特別科学学級卒業1951年、東京教育大学付属高等学校卒業1955年、東京大学理学部地質学科卒業1961年、東京大学大学院和物系研究科博士、家庭修了東京大学理学部助手、同自身研究所助手を経て、同教養学部講師、静岡大学教育学部助教授、 1972年静岡大学、教育学部教授1991年静岡、大学定年退官。同名誉教授、兵庫教育大学教育学部教授。同副学長1997年、兵庫教育大学定年退職。徳派学園富士短期大学学長2000年、富士床派大学初代学長2005年、富士床派大学退職。 ありがとうございます。